てっちゃんこんばんは。レコーディングお疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様。カツとしちゃうこんばんは。ゲビーちゃんもアイスレモンさんもおつたき様です。皆さんおつたき様でございます。まあちょっと喉枯れそう、喉ちょっと痛いぐらいかな。カエルさんが泣いてる、カエル泣いてるね。アイミンちゃんおつたき様で、ジラフちゃんおつたき様です。皆さんおつたき様です。6月、もうちょっとでね、あれなんでね、生誕イベントなのでちょっと楽しみですね。なんかファンの方もこっそりなんかやってるみたいで私は何をやってるのかわからないですけど、なんかグヘヘみたいな感じで言ってたので、何かなとか思いながら。みんな忙しいのかな。プサンつたき様です。あ、今日早く起きたからめっちゃ首出る。今日もずっと雨、雨すごいね。警報とか出ててさ大変だね。プサン900回訪問ありがとう。皆さん警報大丈夫ですか？皆さんの住んでる地域は雨。すごいずっと雨降ってる今日一日、本当に朝からずっと、夕方くらいから晴れました。ずっと新潟雨降ってるよ。ティちゃんこんばんは。ね、東京とか大阪とか名古屋とかなんか新幹線止まるぐらい降ってるみたいで大変ですね。今日帰る予定だった人とか超大変なんじゃない、やばいってなるね、出張とかでね。なんかそう、東京名古屋新幹線止まってるよね。やばいよね。え、なんでそんな自然災害には勝てないですよ。さすがにうちら人間様は、うちら人間様は自然災害に勝てないですからね。あ、花火たんまやーってありがとう。明日は、明日と明後日は、明日友達のところにね出かけるので、友達のところにお出かけするので、土日みんな土日休みだなーって思いますよね。明日の昼まで気が抜けない。そんなに？そんなになんですね。なので明日お昼前の、お昼前11時ぐらいの配信のみで行こうかなと思います。
ょっと甘えさせていただきます。土日休みの友達珍しくない？友達ね、仕事変えたんですよ。それで友達土日休みになったんですよ。仕事変えて。カウントクリーム、あ、たざみ、たざみちゃん、こんにちは。りーちゃんファンレベルアップありがとう。でも大体の友達も、友達少ないんですけど、大体の友達やっぱ土日がメインみたいな感じな部分ありますね。やっぱり私も土日が休みのお仕事しようかな。ね、絶対私なんかそういうお仕事できないと思うんだよね。お星様どうぞ。 ありがとうございました。ザミちゃんからお星様いただきました。私は多分本当に集団行動とかできなそう。どうなんだろう。でもリーダーシップは測れそうだよね。分かんないけど。自分で言うなよって。でも無理か。ミニバスのキャプテンしたぐらいだもんな。なんかキャプテンみたいなリーダー的なことしましたかって言った時にミニバスのキャプテンだったぐらいだからな。 OL さんに、そう OL さんになろうかな。お茶組 OL、 お茶組 OL になろうかな。そしたらもうみんなとバイバイしちゃうけど、みんなバイバイになっちゃうけど。月から金曜9時から17時いいじゃないですか。絶対無理やな。だって OL とか何やるのか分かんないもん。庶務にみたいなこと。私の中ではもう OL って庶務にみたいなものだと思ってるからね。ねえ、みんな大好き庶務に。ナースのお仕事はナースのお仕事でしょ。朝くらーってなるやつ。のやつ。あれがナースのお仕事だと思ってるから。あ、庶民人のノリは危険なんや。あ、そうなん。私は毎日あの、おっきなさ、あれ、おっきなあれを持ってんのかと思った。なんだ、キャス、なんていうの、キャタツか、キャタツ。お、今年から涙のキスも一度誰よりも愛してる。しずくちゃんありがとう。プルルンしずくちゃんギフトありがとうございます。最後のキスも、あ、みんな聞いて、あの推しの子全部見終わっちゃいました。推しの子と高太郎は一人暮らしと鬼滅は今のところやってるやつ全部見たの。小太郎は一人暮らしか。最近アニメ見るのハマってるんですよ。
最近またアニメ見るのにハマってて、ハマったらあっという間だよ。やっちゃんさんこんばんは、50カウントありがとうございます。ティーちゃんも50カウントありがとうございます。皆さんカウント押し投げギフトとポイントを協力ありがとうございます。ショールームはポイントがねすごくすごく大事なので、ポイント応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。マッシュルがあるから楽しみ。何ですかマッシュルって。北沢いちごちゃんっていう子がねお本様投げてくれてる、ありがとうございます。北沢いちごさん電話番号認証登録されてないみたいなので、電話番号認証登録しないとお本様のポイント0ポイントになってしまう。目標支援ポイントのゼロポイントが0ポイントになってしまうので、電話番号認証登録ご協力よろしくお願いいたします。もうね、電話番号認証登録されてない方にはね直接名前を言って言うので、カズ2000さんもね電話番号認証登録されてないので、カズ2000さんと、北沢いちごさん、電話番号認証登録マイページアカウント設定にて皆さん自分の電話番号の登録、必ずよろしくお願いします。SMS 認証登録よろしくお願いします。元 AKB の片山さんってさ、チャンスの時間でさすごいいいファンになんかプロポーズ受けてたよね。会社員しながらこの間ショールーム配信再開してたよ。あーいや私は会社員とか始めたら多分ショールームはもう引退するな。やっぱ違うところで勝負したいからさ、やっぱり私は一個のことにしか集中型じゃないからさ、そっちに行くな。なんか二つを両立させるっていうなんか不器用なことはできないな。たまに配信するぐらいでしょう。たまに配信するぐらいでも別にいいんですけどね。たまに配信するぐらいだったらみんなそっちの方がいいのかな、毎日配信するより。なんかそんなこと言われてきたら、毎日配信してたらなんか毎日配信頑張ってたの意味ないやんって思っちゃいそう。ゆばさんこんばんは、ご若干とありがとうございます。なるほど、私はそうね、なんか他の仕事を始めたら、だって芸なんかさ、私そういう中途半端なの嫌いなんだよね。何になりたいのって感じなのあんま好きじゃないんですよね。から別にその人のやり方を否定してるわけじゃなくて、それが私のやり方だって感じの、おかずクラブみたいなことなんですけど、それがお前のやり方かって感じなんですけど、それが私のやり方やって感じですね。うん、無言クルームよりコロさんこんにちは、50巻ありがとうございます。だって金の絵がこうで出すメリア、ヤシノブさんも忙しいですね、名前いっぱい変えて。一服さんこんばんは、キュウリア推しありがとうございます。もう6月やで、2023年半分が終わりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
今日はもう喉をいっぱい使ったのでね、あんまりあのカラオケ配信しようかな、でも喉いっぱい使ったんでね、一日中歌ったりしてたので、歌ったりっていうか歌うことしかしてないんですけど、歌うかな。練習しよう、練習。立ちつつハヒフヘあった。マチャポンファネメラッパ、ありがとう。あ。音でか。あ。はじめはピンとこなかった、ちょっと面倒な気がしてた、聞かれることだけ黙ってうなずいた、いい人だとは分かったけど、まるでタイプじゃなかったからよ、仲良くならないつもりだったのに、どこでどうしちゃったんだろう、私知らぬは何がきっかけだったとか、入り口を思い出せないのよ、ハート型ウイルスにやられてしまったみたい、どんな注射も効かないわ、あなたのことばかり考えてしまうの、何も手につかないくらい、全然かっこよくないの、周りの友達はみんなどこがいいのって呆れているけど、今までいなかったような純粋な目をした人、私の中に免疫なかったので、何がどうしちゃったんだろう、私気づいたらメール待ってたり、ラブソングを聴きながら泣いていたり、女の子の上の空病、ハート型ウイルスは性格変えちゃうみたい、あなたに熱上げてゆく、息苦しくなるの、頭ぼっとしてしまって、愛の意味も気づかなかった、絶対にありえない、そう思ってたけど、なんだか私あんたのことが好きみたい。ウイルスにやられてしまったみたい、どんな注射も効かないわ、あなたのことばかり考えてしまうの、何も手につかないくらい、何も手につかないくらい、院長さん、我が母主張こんばんは。何笑っとんねん、何笑っとんねん、たくちゃん、スノスノさん、ガウさんこんばんは、イケちゃんもファネメラップ、アイミンちゃんもファネメラップ、ありがとう、あざます。誰もペンライト振ってくれないやん。
せっかくアイドルソング歌ってんのに。チェ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 のチェ。なんかあるかな、あれあるかな、ないかさすがに。おばちゃんこんばんは、パチパチありがとう。あ、おばちゃんファーレベル、あ、おばちゃんハッシュタグタキチャーズ3人目ありがとう。タキチャーズになってくれておばちゃんありがとう。おばちゃんこんばんは。私は立てる憧れていたステージ大歓声拍手と熱気の中厳しいレッスン自分の壁乗り越えて迎えた今日チャンスの幕が開く一人だけ踊れずに帰り道泣いた日もある。思うように歌えずに自信を失った日もある。いつもライバルが輝いて見えた。夢は汗の中に少しずつ咲いてゆく花、その努力決して裏切らない。スポットライトがこうなり眩しいなんて、長い夜が明けた朝日のようね。先輩たちには負けたくないよ、絶対に私たちのショーを作りたかった。怪我をして休んだ時悔しくて泣いた日もある。学校とレッスンの両立に諦めた日もある。だけどアンコールがどこかで聞こえた。夢は涙の先、泣き止んだ微笑みの花、頑張ったつぼみがやがて咲く。夢は涙の先、雨風に負けず信じてる、晴れた空に祈り届くまで。おい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 、死ぬ気で踊ろう、はいはい、死ぬ気で歌おう、はいはい、調子を忘れず全力投球で。おー、夢決して裏切らない。夢は汗の中に目を出してずっと待っている、いつかきっと願い叶うまで。はい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 、じゃ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 ん、じゃ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 ーん、パンチュちゃん、お疲れ様です。てっちゃんファレベルアップ、そして超絶会議にアート、おいしさい、ありがとう、てっちゃん。
いけちゃんも饒舌かわいい、ゆりあーっておっさんありがとう、たくちゃんもアニメおぶちっちありがとう、ゆうた、これゆうたですよね、これとか言っちゃやばいけど、アイドルの曲を思い出さないとね。私はあなたの彼女になれますか、タラララララタタ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 、悪いけど私は純情主義、誓ってる、抱き寄せられても無理よ、キスはできない。あの歌大好き。書き終わったす時間をください、入ってないんだよねこの曲。あ、なんか虫飛んでる、まあ、いっか。ふくちゃんこんばんは、みんなポチポチありがとうございます。風力発電の白い羽が回る、西海岸の風車を飛ばした、太陽の下に続くさぶげな砂漠に、退屈してないのはなぜなんだろう、お気に入りのハードロック、どうでもよい話をしながら、それよりも大事な二人の時間。結婚しよう、ラスベガスに着いたらすぐに結婚しよう、名も知らぬ教会で僕たちの愛を形にするんだ、誓いの通りに永遠をその指に。カジノのネオンまで祝福してくれてる、金の髪吹きストリーストリート、通り過ぎる人はみんなカーニバル楽しんでる、煩わしい日常を忘れたように、人生が今始まる、何人子供作ろうかな、や幸せってこんなに近くにあるんだ。 Hey hey Just married、 シャンパンで乾杯をしよう、 Just married、 24時間一緒だよ、僕たちの愛を未来にするんだ、何にもないけど君だけは離さない。
アイドルが結婚ソングなんてね、本当に痛い痛い、心が痛いよ。うぅ、キスをしよう、世界中で一番長いキスをしよう、息なんて止めたまま結婚しよう、ラスベガスで一番合う、間違えた、結婚しよう、名も知らぬ業界で僕たちの愛を形にするんだ、誓いの通りに永遠をその指に、えい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 、俺と結婚してください、絶対無理です、断ります。あ、ペッチャアニメオンプチュッチュ、ありがとうございます。 Thank you、 ありがとうございます。変なコール入れちゃった。タクちゃんファンレベルアップ、ハッシュタグタキちゃんズ、4人目タキちゃんズになってくれて、ペッチャアニマート、ペッチャじゃない、タクちゃんアニマート。あー、おもろ、この歌かわいいよね。でもさ、24時間一緒だよっていう歌詞あるけど、いや働いてくれ、24時間一緒にいなくていい、働いてくれ、ラスベガスで働いてくれ。あ、ラスベガスでただ結婚式あげるだけか、でもこの曲ラスベガスで働かなくていいから、24時間さすがに一緒にいれないから、あの働く時間をね設けてくださいみたいな。呼び捨てにしてほしいの、てててててて、てててててて、仲間たちと、てててててて、てててて、遠距離ポスターならぬぼっちポスターでも歌おうかな、ぼっちポスター。あ、だちちゃんおつたき様です。ヒロさんこんばんは、50カウントありがとうございます。ダチちゃんおつたき様、お帰り。おかえりんごスター。遠距離ポスター、近くにいるのに君は切ないほど手が届かない。めっちゃ聞いてたな。遠距離恋愛しているみたいに、テレレレテレテテレテレレ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 。ラジオ画面も可愛い。あ、ありがとうございます。いい褒め言葉、ももをつける方はね、マジで本当に天才だと思ってます。ちゃんと今日も可愛いとか、ラジオ画面も可愛いとか、本当にすばらすばらでございます。サイアンドコーということで歌います。人を好きになるって切なく辛いものね、あの日からあなたにラブ修行。雲の上浮かぶように、ふわふわと歩いてる、そう夢見心地で、世の中のすべてのものキラキラ輝く、そんな気がしてた。甘くはないんだ現実は、愛
しさは跳ね返る。はいはいはい。心が痛いよ片思い、微笑みの向こう側へ。さあ目と目が合った瞬間、こうなる運命だった。涙をいくつ乗り越えればいいの。人を好きになるって切なく辛いものね。あの日からあなたにラブ修行。愛愛愛愛。占いをしてみたり、友達の噂とか気にしたりしながら、恋はしなきゃもったいない、女の子たちの特権じゃないか。いろいろあるんだ知ってみると、幻想とのそのギャップ、楽しいだけじゃない、広大よ。厳しさに負けたくない、ああ何も始まらなければ傷つくこともなかった、孤独を感じなかったでしょう。人を好きになったからこんなに険しい道ね、悟るまであなたにラブ修行。愛愛愛愛。どんなに傷しいことがあったって、どんなに寂しいことがあったって、どんなに苦しいことがあったって、どんなに傷つくことがあったって、目と目が合った瞬間こうなる運命だった。涙をいくつ乗り越えればいいの。人を好きになるって切なく辛いものね。あの日からあなたにラブ修行。じゃじゃん、ありがとうございます。つかとしこピンコンプチュッチュたくさんありまんとつかとし、いけちゃんファネベラップふにつありちゃんつたきさまです。今日はねカラオケイベ、カラオケイベではないよ、間違えたよ、カラオケ。てっちゃんファネベラップハッシュタグたきちゃんず5人目ありがとう。てっちゃんが上手つかゆりあーとしありがとう。どうでしたラブ修行、ゆりあちゃんのラブ修行。たずたるちゃんファネベラップありがとう。たくちゃんアニメもぶちちゃんありがとう。どうだったゆりあちゃんのラブ修行、ラブ修行どうだった。え、今日は負けでもいいな、入ってないのこれもしかして NGT の曲で。え、そうなの。今日は負けでもいい、毎日勝てないよ、それが人生。
れあれってどういう曲だっけ。てんてんてんしょータララ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 ラ肩の力を抜こうよ。あタナちゃんとタキさんも、タナちゃんからありがとう。白いお花かわいい。そしてへへけけくしくしだい好きなのは、はい、せーのタナイちゃんの種あれもって、あアイドルみたいでいい。マジかね、今日は、ま、今日負け入ってないんだけど歌いたかったのに。可愛かったです、ありがとうございます。今日負け入ってないことに今衝撃の事実。おい入れろ今日負けを。今日は負けでもいいが入ってない。なんだっけ、思い通りには、思い通りにはいかないもんだよ、そりゃ時には結果が出ない時、出ない日もあるさ、あんな努力したのになぜ報われないのか、腹を立ててした、腹を立てたってしょうがないだろう。これが歌いたかったんだけど。挫折するたびに嫌になってくる、何か夢を見る方だけ目標を持つこと、目指すものがなければ気づかずに、傷つかずに済むから、やがて大人は未来を見なくなる、遠回りをしよう寄り道をしよう、急がずにゆっくり歩いて行こう。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。今日は負けでもいい、毎日勝てないよ、それが人生、そんなに頑張るな、ダメな自分のこと許してやれよ、全然全勝ありえないだろう、肩の力を抜こうよ、泣いた分だけ明日は頑張ろう、いつかどこかで勝ちぞ、勝ちこそか。覚えたくね、私、私頑張って覚えたんだよねこの曲。だから頑張って覚えたから、私この曲歌いたかったのにさ、歌えないんだけど、このカラオケ機能で。私めっちゃ頑張って覚えたんだけど、好きだから。本当は結構自信あったんだもん。この歌大好きなのだっていっぱい汗だって書いて、だっていっぱい汗だって書いてきたからね。でもこの MV みたいなの見たんですよ、さこの前、さっきも見たんだけど、あゆさちゃんあんま映してくれなくて、本当にもうイラついた私エコひいきやからさ、自分の好きな、私の自分の知ってる好きな人にが全然映ってないとかになるとイラつくんだよね。たくちゃんにみょんぷちち、てつぶりゅんりゅんもありがとう。アジサイのお花ありがとうございます。ドローンジェラシーも好きな、にドローンジェラシーってわからん。くっそー、ないか、なんで入ってないんだ。下の名は入ってんのになんで入ってないんだ。僕らの土地音がとかいうのは入ってんのに、なんで入ってないんだよ。タタララ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 ラ。あつかとしもアジサイの花ありがとう。みんぴんそくちゃんもこんばんは。ありがとう、つかとしファンレベルアップ、ハッシュタグタキちゃんズ6人目、タキちゃんズになってくれてありがとう。すげえ、ありがとう、トカトシ、トカトティ、ありがとう。フフフ、エンビソクちゃんファンレベルアップ、ありがとう、こんばんは。遠回りを
綾瀬ちゃんのキャッチフレーズなんだっけ、大抵のことに支障はないみたいな、あれ違ったっけ、人間はみんな信用しちゃいけないだっけ絶対違う、人間、お化けより人間の方が絶対に怖いだっけな、違うかあ、たい、ん？なんだっけ、大抵の生活に支障はないみたいな、違うか、そんな感じだよね、最低限の生活は自分で賄えだっけ、え、なんだったっけ、マジでなんかそんな感じの、結構現実味ある、あ、大抵のことは生活に支障がないか、違ったか、人間誰でも信用するなとかじゃなかったか、さすがに人間全員信用してはいけないじゃなかったか、トイレは、あ、アンチはトイレに流そうとかじゃなかったか、私が好きな言葉アンチはトイレに流そう、今は三種のチーズ、三種のチーズ牛丼にハマって、え、チー牛なんですか、あゆさちゃんが、それともテチュブリュンちゃんが、どっちが、どっちがハマってるの、あゆさちゃんえ、待って、私さ、今日さ、なんだっけな、今日ね、すき家の、すき家食べたの、しかも今日すき家食べたんですよ、あ、ありがとう、たないちゃん、ハッシュタグたきちゃんず7人目ありがとう、私すき家食べたの、しかも今日、今その3種のとろーりチーズ、とろーり3種のチーズ牛丼、あゆちが、あゆちがその言葉ばっかり言ってる、とろーり3種のチーズ牛丼、え、私今日ね、明太マヨチーズ牛丼食べたの、今限定だったからさ、明太マヨチーズ牛丼あるの分かります、めっちゃうまいから、あれマジで、明太マヨは何かけてもうまいからさ、マジでうまいよそのチーズ牛丼に明太マヨをぶっかけるという悪魔飯が今出てるんですよ、めっちゃうまい、でもあゆさちゃん明太子とか食べれるかな、あれあゆさちゃんにおすすめしたいわ、なんか上位互換があるよって、三種のチーズ牛丼の上位互換があるよって、チー牛ね、え、めっちゃうまいよ、え、めっちゃうまいよ、あれ美味しいよね、ほら美味しいって、ほら美味しいよあれ、めっちゃみんなにおすすめです、私今日食べたんだけどめっちゃうまかった、めっちゃうまかったぞあれ、いおりちゃんファネメラアップこんばんは、ありがとうございますあれめっちゃうまいからな、ほんとみんな食べてほしいんだけどな、チーズ牛丼、でもチーズ牛丼うまいよね、チーズ牛丼さ、何がいいってさ、あれついてくるよね、タバスコちゃんと、あ、よつやさんつたきさまね、え、てかどこの牛丼が一番美味しいんだろう、私松屋の牛丼食べたことないんだよな、吉野家とすき家しか食べたことないな、松屋ね、牛丼じゃなくてね、牛カルビ定食っていうの頼んじゃうんですよね、毎回牛カルビ定食がいっちゃん好きなの、東京でさ握手会とかある時、毎回なんか知らないけどさ、遅い時間、一枠遅い時間のなんかすごい遅い時間のやつがあってさ、で帰るの遅くなるからさ、ホテルでご飯食べるわけじゃん、で夜のご飯で、夜のご飯代が出るわけでもないからさ、実費でご飯出すんだけどさ、だからそんなにさ、なんかお金をさ、むやみやたらに使えないなと思って、近くのさ、そのチェーン店、一番安いチェーン店が松屋だったのね、よく東京よく松屋が多くて、松屋よく食べてたんだけど、ノックさんこんばんは、ゆまちちゃんこんばんは、ありがとう、そう、そこで私は食べてたのその松屋の牛カルビ定食かな、牛カルビじゃなくてなんかカルビ定食みたいな、500円ぐらいで、500円、600円ぐらい食べれるんよ、サラダもついてくるからいいんだよね松屋って、
サラダがつくし、ご飯もつくし、お肉もつくじゃん。で、タレいっぱい持ってけるじゃん。めっちゃいいよね。サラダつくんだもん、だって。ベジファーストできるやん。ノックさん、フォローありがとうございます。こんばんは。新潟の人なんだ。ありがとうございます。ノックさん、ぜひ、電話番号認証登録、SMS 認証登録、自分のマイページの、自分のアカウント設定のところで、マイページアカウント設定のところで、電話番号認証登録、ぜひともやってください。よろしくお願いします。中尾派、中尾もね、一回行ったけどね、めっちゃ美味しかったの。なんか何食べたか覚えてないけど、美味しかった覚えあるわ。うどんかな？昔からやってたお店は懐かしい。青森さんこんばんは。今日は新潟で、今日は新潟なんですね。猫がいっぱいですね、青森さん。ピエールさんファレベルアップ、ありがとうございます。何が美味しいんだろうね。三日月たまに食べると美味しいんだけどね。新潟にの B 級グルメ、三日月っていう B 級グルメがあるんですけど、たまに食べるとうまいんだよね。毎日は食べれないんだけどね、あれね。毎日食べてる人いんのかな、三日月。おで、毎日三日月なら毎日食べれるでっていう人いるのかな。私食べれないな。中尾は親子、いや私親子丼食べれないのよ。親子丼食べれないってそんなに好きじゃない。まず親子丼っていう食べ物が好きじゃない。まず申し訳ないけど本当に親子丼という食べ物が。フレンド派、まあ長岡の人だね。それさ、フレンド派とかさ、三日月派とか言う人いるけどさ、何が楽しくて言ってんだろうね。どっちでもいいんだけど。てか私、三日月派とかフレンド派とか決められないんだよね。なぜなら三日月しか食べたことないから。どっちでもいい。トマトツナイタリアンが食べれればそれでいい。トマトツナイタリアンっていうやつが一番好きだから。トマト嫌いなくせに。どっちでもいい派。分かんない、違いが分かんない。だってまず長岡行かんからさ、用事ないからさ、長岡の方面に。誰かフレンド食べさせてくれ、私に。本当に派閥あるよね、本当にね。女子みたい。新潟で何食べようかな。何が食べたいんですか、新潟で。新潟ね、大体食べ物カレー味ですからね本当に私がもう極端に言うと、新潟全部カレー味ですからね。食べ物何でもカレー味にしちゃうから。三日月のイタリアンは酸味が強い。へえ。ミシュランレストランのシェフみたいですね。甘すぎると飽きません。だって、そうなの。うん、大体そうだと思う。なんかカレー味にしときゃ大丈夫みたいな感じだと思う。でも私カレー味めっちゃ嫌いなんです。めっちゃって言ったら悪いけど、半身揚げとかも大体カレー味だからな。カレー好きなんですよ、多分新潟県民って。私新潟県民ですから、新潟をディスってる女みたいな感じ。長岡ならうまうまうにウーバーしてもらうしか。いや、するわけねえだろ。まうまうがウーバー、まうまうにウーバーしてやれよ。無理か、それはダメか。それはストーカーだ、マウマウに奪してやるっていうの。マウでもさ、おじやだからね。に長岡言うても、長岡言うてもマウおじやだから無理だよ。だって田舎だもん、おじや。長岡だからって言って大間違いだぞ、おじや。
マウをウーバー扱いするをゴミ分になったのかみんな。さぞ鼻が高いですね。全然全然ありえないだろう、肩の力を抜こうよ、泣いた分だけ明日は頑張ろう、肩の力を抜こうよ。マウマウとひなたインスタブライブやってたね。そうなんや、見てないな。あ、でもやるって書いてあったのは見ました。冷凍で販売しているのはどちら？え、わかんない。三日月じゃないかな。三日月もさ、いろんな味冷凍で販売すればいいけど、やっぱ冷凍するのが大変なのかな。他の味はホワイトイタリアンとかも冷凍できればいいのにね。金輪際あたたたたた、うん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 、雨が降ると髪の毛全部台無しだよね。ふわーってふわーってなる。お、浮田ちゃんこんばんは。お、浮田ちゃんからたくさんのアジサイありがとう。雨が上がったよ、お日様が出てきたよ、青い空の向こうには虹がかかったよ。え、この歌知ってる人いるかな。今の私が歌った曲、私これね、多分保育園でね、保育園のお遊戯会かなんかでね、歌ったんよ。すごい覚えてる保育園のお遊戯会とかなんかで歌った覚えがある、この歌。記憶にあるんだよね、うっすら。え、きたちゃんこんばんは、ありがとうございます。保育園の記憶ってそんなにがっつり覚えてないけど、うっすら覚えて、よくそんな歌を歌ったっていうのを覚えてるよね、ほんと。よし、ちょっとね、アイロンかけ終わったんで。あ、花火、たんまやー、35万ポイント。花火、ありがとうございます。全然全然。泣いた分だけ明日は頑張ろう、肩の力を抜こうよ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
誰が言ってんだろう、あのワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォーって。よし、またちょっと休憩できたので、アマチャッポンハッシュタグタキちゃんズ8人目タキちゃんズやってくれてありがとう。歌うまよ、歌うます、ゆうにゃ、ゆうにゃ歌うます。ふ、風力発電さんこんばんは、パネベラッパありがとう。ユーニャ歌うます、初めて出会った時はみんななぜかうつむいていたね、誰もよくわからずに人見知りしていた、それぞれの夢持ってこの場所に集まったのになかなか一つになれなかったね、知ったのなんで呼べたのはいつだろう、ある日不意に僕自然に呼んでいた、ぬくもりが心に伝わるまで背中見ている時間が必要なんだ。厳しいレッスンの時そっと声をかけてくれたよね、いつもできないことを一緒に乗り越えた、少しずつお互いを理解して話し始めた、未来のこととかチームのことね、友達になれたのはいつだろう、突然じゃなく土から芽が出るように、ゆっくりと優しさに照らされて笑顔になって花びらが開いた、競い合うライバルよ、その前に仲間だと思う、信じなくちゃ何も始まらない、いつかはみんなであのステージで最高の願いを叶えよう、知ったのなんて呼べたのはいつだろう、名字とかさん付けはよそよそしい、知ったのなんて呼べたのはいつだろう、ある日不意に僕自然に呼んでいた、心に伝わるまで背中見ている時間が必要なんだ、友達を歌おうよ、ララ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 、呼びながらもう一度歌おうよ、ラララララ
ありがとうございます。てっちゃんアニメ音符チュッチュ、うきたちゃんからひずくちゃんギフトありがとう、ゆきたちゃんから虹ギフト、大丈夫だよ見上げればもう大丈夫ほら七色の橋やっと同じ空の下で笑えるね、ありがとう虹ギフト。やっぱ下のなななやっぱ下のななんだよな、 おにぎりが食べたいんだな。バイクさんを買うジョッカーと届け、こんばんは、ありがとうございます。りょういちゃんファネメラップありがとう、みんなパチパチありがとうございます。なんかアイドルの曲、あ、私あれ歌おう、歌えないけど歌ってみた、やる？浮田ちゃん、ハッシュタグたきちゃんズ9人目、ありがとう。10人行くまで配信しようかな。レティちゃん、キュウリアウシ、こんばんは。筋肉を触らせてよ、どれくらいなにゃにゃにゃ、間違えた。興味があるのよ、男の子って不思議だね。お、10人目になってくれますか？今日のバッグなんだか重くて、そう誰かに持ってほしかった、だからちょっと頭を絞ってハートをつってみた。甘いため息ひとつちらりと見ておねだりするの悪気、筋肉を触らせてよ、どれくらい硬いの、女の子には興味津々、たくましさ見てみたいのよ、どんな感じなのか、ワクワクしてるジョワンニトーキン、じっと見つめおだててあげなきゃな、何にも釣れないわ、こっちが頼むんじゃなくてやらせてくれって頼まれるように悪気、筋肉に抱かれたいの、いつの日かどこかで私のために頑張って、筋肉に抱かれたいの、折れるくらい強く胸が熱くなるよ、腹筋だって割れてるし、これも持って、しずくちゃん、ジェティちゃんありがとう、そしてアジサイのお花たくさんありがとう、イエイ。ゆしきょうさん、エキュリアン、はっちゃんこんばんは、てっちゃんハートありがとう。髪をかき上げながら長いの、女の子には興味しほしい、たくましさ見てみたいのよ、どんな感じなのか、ワクワクしてるジョワンニトキュウってセクシーだね、全部持って
服部平次さん、こんばんは。いや、ねえねえみ5周年思い出しますね。いいっすね、NMB 会かわいいっすよね、NMB っす。てかマジミルキーがかわいい。あざます、ありがとうございます。マルキーでした。たくちゃんアニメオンプチュッチュ、たくちゃんハートズッキュン、ありがとう。永久リア推しなので、永久リア推しは絶対ですよ。リポーターで来てましたよ。そうなんです、よく覚えてますね、ありがとうございます。そんなことを覚えてくださる方がいるなんて、ありがとうございます。パチパチありがとう。ぜひね、推し祭は紫と緑です。私も アイドル、アイドルにならなきゃいけないのだ。おで、アイドルになるぞ。部活帰りで油断していた、汗にまみれたジャージの上下、商店街で買ったコロッケ、ハーフハーフハーフって頬張ってた。不意に誰かから声をかけられて振り返った、その瞬間 Oh my god、 だってだってあなたがいた、よりによってこんな状況でだってだって女の子だもん、可愛い私で会いたかったのに。ももかさんにさ、キスされた時ももかさんの方が身長高かったじゃないですか。でも私とももかさん身長マジで同じなんですよ、残念ながら。夕日の中で微笑むあなた、いつものような爽やかの線、ペタッとした髪、変なピン止め、今の私はスピンの線、恋をする方は後悔ばかりで、自信なんか持てないよ。 Oh my god、よそ行きの顔で会いたかったのに。ダウンチューさん、こんばんは。ご助感とお届けありがとうございます。可愛い子は食べ歩きしても可愛い、どういうことや。おぞもーす。 Oh my god、よりによってこんな状況、 Oh my god、 だってだって女の子だもん、可愛い私で会いたかったのに、あなたが笑う君らしくて、君らしくて好き、トリミンさん、こんばんは。ところで今映ってるめちゃくちゃ可愛い美人、若い頃の松坂恵子と A 勝負してる。わかんないけど嬉しい。マネちゃん、お二人様です。
タタンタタン。皆さんこんばんは、だってこんばんは。ペニーさんこんばんは。ありがとうございます。できた。ありがとうございます。たくちゃんにみょんぷちっち。ありがとう。大滝さんが今もアイドル感覚だったらなんかいいな。面白い。マジ。もっとアイドルするわじゃあ。私の一番可愛いところに気づいてる。そんな君が一番すごいすごいよ、すごすぎる。声変えることなんてね、全然できますからね。可愛い声で歌えって言われたら可愛い声で歌えますからね。かっこいい声で歌えって言われたらかっこいい声で歌えますから。歌配信は知らない曲を聴けるか新鮮。全部今アイドル曲ですね。今のは NMB。 あ、 JT ちゃんハッシュタグタキちゃんズ、なんと10人目。タキちゃんズにつけてありがとう。今日の目標10人達成、あざます、あざます、 Thank you です。マシちゃんもファニビラップありがとう。はっきり言ってほしい。こちらこそありがとう。こちらこそ、カムサハムニダ、カムラさんハムニダ、キンチャコマボー、 Thank you。 仲のいいみんなと集まっても、あなたとなんとなくぎこちなくて、目と目合うたび視線外して、二人はよそよそしい。きっとあの日からおかしいんだ。花火大会の帰り道でふと気づいたら、私たちはぐねてた。あの夜浴衣なんか着たから、ちょっとはしゃぎすぎたかな。下駄の花を切れちゃって、歩けなくなって、おうぶしてもらった。好きだって確信した。広すぎるその背中、あなたの首両腕でしがみついて、幸せだった。友達でいる方がいいのかな、なんて聞いた私の質問。その答えまだ聞いてない。カエルの鳴き声やばいでしょう、本当に。これが田舎の実力ですよ、カエルの合唱部門の。特別な感情のつぶやきは、誰も聞かれたくない自問自答。あんな一言言っちゃったこと、ちょっぴり後悔中。だってカフェのテーブルでさえ、あなたの隣を人飛ばして、なんか変だと周りから不自然に見えそう。誰と誰ができてる噂話してる時、急にあなた立ち上がって発表し始めた。あの夜の秘密を、好きなんだこいつのこと、指さしたその先に私がいて、焦ったよ。どんな顔をすればいいの、言うなにはまさきに知らせたい、なんて言った。嬉しかったけど少しだけ恥ずかしかった。あてちゃん超絶かわいい、ゆりおーとしてありがとう。たけさんこんばんは、やっほー。はっきり言ってほしい。みんなの
前でなんてもっと好き好きだって言えること幸せなことなんだ勇気出して言ってみよう恋してる人よ好きだって確信した広すぎるその背中世のままが両腕でしがみついて幸せだった友達でいる方がいいのかななんて聞いた私の質問その答えまだ聞いてないまだ聞いてないはっきり言ってほしいこの歌いいよねわかる箱しおつたき様ですはちちゃんからアニメンプチュッチュたくちゃんもアニメンプチュッチュアニメンプチュッチュダメちゃん流れ帽子キラキラありがとうこの歌私も大好きです今何時11時半まで配信したいと思いますので11時半のあと1曲くらいなんか歌えるな何がいいかな可愛い曲ってなんだろうねAKB 48上からマリコフェリスティックなやつめ愛の踏み絵みたい無茶ぶりなんでいきなりなんで目を閉じるあ、これにしよううん、ただ歌いたいクラクラいいよねクラクラいいんだけどクラクラの人数クラクラ人数変わりすぎだしクラクラの主要メンツどんどんいなくなるしクラクラで一番好きだったのがクラクラメンバーで一番好きだったのね最初の初期ってさクラクラメンバー誰だったっけ中井とおごえちゃんと対馬ゆな子ちゃんとつぐか4人だよね多分クラウディクラウディの私は対馬ゆな子ちゃんがいいなツナマヨちゃんが好きでしたねツナマヨちゃんが好きでもあの子めっちゃおっさんだからな中身中身おっさんだから怖いんだよふふ偶然のいたずらであなたとすれ違った心臓止まりかけてわざと無視したまま通り過ぎたなんてバカな私なのこんなに好きでいるのに自己嫌悪に落ちる駅の人混みで一人一瞬の出来事が未来に悔いを残すっていって神様もう一度時をリセットしてください女の子にはスカートひらりひる返し走りたくなる時がある何もかも捨てて愛に向かうよ恋をするたびスカートひらりひる返しハートに火がついたように私たち何をしても許される年頃よポピちゃんプチお店っちプチプチお店っち50関東届けありがとうございます、うん、夢を見てるだけじゃ何も進展しない手を伸ばして初めてそこに実のなる果実大人への階段
一気に二段飛ばしてじゃんねえ今すぐ好きですと言わせてください女の子にはスカートふわり膨らませ元気になれる時がある青春はいつも前を向いてる恋をしたからスカートふわり膨らませあなたを追いかけて走る私たち何かしなきゃもったいない年頃よ弾む息落ちる汗全力でこの道を信じて走ろう気持ちが風になれたらあなたにきっと伝わる結果はもう恐れずに世界で一番好きなの女の子にはスカート左ひるがえし走りたくなる時がある何もかも捨てて愛に向かうよ恋をするたびスカート左ひるがえしハートに火がついたように私たち何をしても許される年頃よめっちゃハートズキュンハートギャスありがとうアニメおぽちちゃんありがとうございます。皆さん夜の配信もたくさんの応援ありがとうございます。この曲も名曲なんやろな一回聴いただけめちゃくちゃ印象ない本当にねこの曲ね私もめっちゃ残ってたな AKB 好きだった時これ結構聴いてたもんなこの曲ちょうど30分ちょいにあーなんか虫が飛んでるすっごいいっぱい虫飛んでるやだやだ皆さんこの枠も市内カウントギフトポイントご協力ありがとうございました。明日の配信は、11時からの配信ですのでよろしくお願いします。お昼前の11時から配信させていただきますのでよろしくお願いします。すっごくいっぱいなんかすごくいっぱいじゃないよまあ 2匹ぐらい飛んで多分ね網戸にしてるから飛んできた。雨になるとね虫湧くよねあの蚊柱みたいなのめっちゃ湧くじゃんあれかなと思ってる。ということで男女発表します。13位鳥親ちゃんありがとうございます。12位いおりちゃんありがとうございます。11位すのすのさんありがとうございます。1位はちちゃんありがとうございます。9位あいみんちゃんありがとうございます。8位はこしありがとうございます。7位じゅんぼうさんありがとうございます。6位たくちゃんありがとうございます。5位がたなちゃんありがとうございます。4位 JT ちゃんありがとうございます。3位つかとしありがとうございます。2位てっちゃんありがとうございます。で1位がとこ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 ちゃんうきたちゃんありがとう。男女皆さんアリーナ席の皆さんお外から応援してくださったお外から応援してくださった皆さん、2059人の皆さんありがとうございます。みんなありがとう。夜遅くまでお付き合いありがとうございます。タキちゃんズになってくださってる皆さんありがとうございます。皆さんぜひねタキちゃんズになってくださるたくさんの方がタキちゃんズになって大滝ゆりやという人物をたくさんの方に応援してもらうために私自身大滝ゆりやも頑張りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。今日ね、今日ねレコーディングしてきたんですよ。その生誕祭イベで歌う曲をレコーディングしてきたので、あの皆さんぜひね、生誕祭でしか生歌、多分イベントでしか生歌というものは聞けないのですごく貴重な、体験になると思うので、ぜひとも生誕祭6月18日生誕祭新潟で、やりますのでぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。オリジナル曲も増えますので、オリジナル曲といろんな歌を歌ったり見にしたりするのでぜひとも、あとは限定グッズとかもね ありますのでぜひともよろしくお願いいたします。来てくれるたくさんの方が来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。では
この枠もありがとうございました。おつたき様でした。おやすみ。最後の挨拶、おつたき様でした。おやすみ。ゆっくり休んで。ありがとうね、みんな。もうね、多分ね、今日今ねカラオケ配信いっぱい歌ったんで、喉死んだかも。喉チンコ飛びましたおつたき様でした。おやすみ。ありがとう。またね。また明日。なき様、ありがとう。ファンファン、ありがとう。よりちゃん、おやすみなさーい。